シャンゼリゼ通り銀座のカルティエブティックニューヨーク5番街のカルティエブティックカルティエはフランスの高級宝飾ブランドドワーラー・オブ・キングズ・キング・オブ・ドワーラーズ王の宝石賞宝石賞の王と言われる名門ブランドである革製品、ライター、筆記用具なども扱っているディシュモングループの傘下にある1980年代後半まで日本市場では 本国仏語発音に近い、カルジェと表示され、呼ばれていたが、それ以降英語圏史上での発音に近い、カルティエに統一され現在に至っている。愛を表すピンクゴールド、友情を表すホワイトゴールド、中性を表すイエローゴールドの三連リング。1920年代後半、ジャンコクトーが小指に二つはめて、有名になった。ただしレモンナデュゲに贈るため、この世に存在しない。 リングを作って欲しいと注文して制作されたものが最初であるという説は日本独特の都市伝説である。アルベルト・サントス・デュモンから飛行中でも操縦艦から手を離さないで時計を見られるようにと依頼されて制作された。世界最初の一般用量産腕時計として知られる。パリの解放を禁念し戦車の形状を模して制作された。川口マーンエミ。 世界一豊かなスイスとそっくりな国日本講談社2016年61ページ ISBN 978から4から06から272965から9三連リングの物語黒頭がアイデアを出して作ってもらったものであり2つ注文して1つは自分にもう1つはレーモンラディゲのために購入したとあるので架空の話ではないだろうし 少なくとも日本独特の話ではない。ありがとうございます。